入るじゃねえか。こんなところで寝食わすわな。ちょっと照れるぜ。ひ、なぜ照れるんだ。皆さん、おはようございます。ただいまのアイノトーン時刻は2020年7月5日日曜日の午前9時41分です。今日は特にお知らせはありません。また新しい1週間が始まりますので、皆さんそれぞれが良い1週間を過ごせますように。それでは、そっか、日曜日か。ウリちゃんや、ウリちゃん、ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。そっか、マリンスーツ着て、おの、なんかすごい狂気的な感じ。お、ハッピーホームアカデミー79,986 ポイント、ランク S。 お部屋作りのヒント、同じ色の家具を集めて置いてみましょう。お部屋に統一感が出て綺麗に見えますよ。ハッピーホームアカデミー。でもこういうのって言うけどさ、なんか現実でそんなに統一、色統一したような部屋ってなくない？アイナちゃん、チャオ。今日も乗ってる？あは、世間話でも。あたいはやっぱり晴れてる日が一番好きだな。太陽や月の光をいっぱい浴びたいもん。あは、どうやろうな。でもあれだよね、気温的にはまあ曇りぐらいがちょうどいいかなって感じやけど、まあ見る分にはね確かに晴れが一番いいけども。ウリちゃんは一体どこにいるのかしら。今回はね、結構早めに売ったけんさ、あの株を。ウリちゃん、ウリちゃん、あ、そういえば昨日ゲットしたあの真珠わ、なんかめちゃくちゃレアなものらしく、まあ、あの、なかったよね、今。なんやね。うん。あの、なかなか手に入らんもんで、特にあの、DIY ぐらいにしか使うことがないっぽいけん、とりあえず貯めていこうかなと。DIY ね、できんかったらあれやし。え、何家具ができるんやろ、真珠で。真珠系の家具とかあったりするんかな。マーメイド家具か。お、いいね、朝から。いや、調子はどう、アイナくん。あ、なんか鳥止まっとる。お話ししよう。今日は気持ちよく晴れているね。まるで太陽が祝福しているようだ。仲睦まじい僕ら、まさしく。いつも言うことがキザだな。あ、釣り大会。釣り大会のお知らせ。7月11日の土曜日はお待ちかねの釣り大会です。ポイントをたくさん貯めると豪華商品がもらえるそうですので、どうぞお楽しみに、です。失礼。来週の土曜日ってことか。なるほどね。来週、まあ、今週か。ちょうどいい場所があったから一休みしてるの。なるだわ、いいね、一休み。お、挨拶か。よいしょ。まあ、てことやけん、定期的に海に入って真珠を集めなければやね。ねえ、ウリちゃんはいないんすか、ウリちゃん。あ、座っとるやん。いいね、いいね。これこっち側に座って話すとかできるんかな。なんか通り過ぎた。できんかった。そう、そういうのもできるようになったらいいのにな。あ、ヤッホー。あ、それ来とんやね、まだ。ヤッホー、アイナくん。声をかけてくれてありがとうでし。あ、向こうから株が。世間話でも。今日はちょっとだけ寝坊しちゃったんだ、弟子。大丈夫やろ。働きよるわけじゃないし。ウリちゃんはあれやけどね。あ、いらっしゃい。株売り始めてまだ少し。日曜の午前中といえば、この売りにお任せだに。あれやね。さっき、株売り始めてまだ少しって言った時さ、株売りババアさんみたいな目したことない。さあ、今日も新鮮な株をどっさり持ってきてるだに。一株100サンベルだけんど、買っていきなさる？買いましょう。100ベル台か。とりあえずまあ、買えるだけ買えましょうね。150株ってことは全部で15,450ベルだけんど、それでええだに。オッケー。にゃはは、マイダーリー。ねえ、垂れてる鼻水は気にならないの？それとも垂れてるってわからんのかな。カブカブ上がれ、上がるとええね。ありがとう、そのおまじないで上がる気がする。おしおし。さあ、ってことでぐらい人泳ぎできますか。とりあえずまあ隙間は空いてるから大丈夫でしょう。荷物なかなかブクブクしないっすね。ああんなところに。方向転換するの遅いんだね。じゃこれはどれぐらいまで。この辺りか。
まだちょっと離れとった。へい。お、これは？バイ貝を取ったよ。おなじみの巻貝だ。おなじみなんや。全然なんか、名前に馴染みはないんだけど。お、あれか。これはなんか早く連打した剣って意味はないんかな。特に。え、なんか早くない？気のせいか。え、いないんですけど。え、どこどこどこ？あ、これや。あ、間に合え。ふぅ、息が続かんかと思った。人手を取ったよ、海のお星様。なんかさっき手前の方もブクブクしてなかった。気のせいかな。なんかこの辺、ブクブクしよった気がしたけど。あ、なんかデカめのブクブクやね。いいよ。はい。でかこれはワカメを取ったよ。ミネラルたっぷり。小さい頃さ、なんかめっちゃ海の中でワカメ取りよった気がする。浮き輪に超張り付けよったなんかブクブクが大きいのと小さいのがあるんかな。これさっきのより小さくない？そうでもない？よっ。なにこれ？ん？これはチンアナゴを取ったよ。穴の中からこんにちは。ヘビでしかないじゃないか。怖い。はい、潜ろう。海の幸捕獲キャンペーン。お、新しいのが追加されたんやね。なるほど。よきよき。150×2。あ、なんかね、昨日、調べた感じ、もう、海の幸は全体的に500ベル以上で売れるっぽいね。てけん、まあ、虫取ったりとかするよりは、海の幸を取っていきよった方がお金は稼げるんかなっていう感じ。どのあ、もうあんなところに。ちょっと待って。丘の上に登るのめんどくさいけん、そこで割れてくれ。よし。ちょっと待って、イソギンチャク逃がすね。イソギンチャク逃がす。普通に考えたらそこにあるだけな気がするけど、イソギンチャク動くんかな。お、バスケットのゴール。こんな感じで。おー、いいね、いいね。よきよき。もう一個欲しいね、バスケットのゴール。ないんかな。思うんやけど、今あるアイテム。あ、待って、イソギンチャクもう一個逃がすわ。だから今あるアイテムを、ん？イソギンチャクもこれ一個しかないんか。ってことは、ちょっと水クラゲ逃がそうっと。今持っとるアイテムをちょっと増やすとかいうことができたらいいのにね。そこのラッキーなお前、この前を出たてしてたらゆっかり寝落ちしちゃってさ、夢の中でこんな DIY ができたんだ。我ながらすげえかっこいいから特別に教えちゃうぞ。絶対作ってくれよな。 DIY は気合だ。てっちゃんより。おー、てっちゃん懐かしき懐かしき。竹の一輪菓子。ふんふん。竹の一輪菓子のレシピを覚えた。うりちゃん眠そう。頑張ってるな。こんな感じ。竹の一輪だし。いいね。粋な感じやねん。和風な部屋。和風な部屋っていうか、料亭とかに良さげ。でも中に飾るとしたらどんな花やろ。てか、ああいうのって実際に花飾れるんかな？飾れんのかな？飾れたらいいのに。ちょい起動してくる。なんか、見て見て。三人揃っとんやけど。可愛くないこれ。めっちゃ疲れとるアンチョビ。私も一緒にやりたい。私にもダンベルをください。なんかいろんな大きさあるんよね。シャンティ顔が。なんかツンドラさんはひっそり派なんやね。ここやわ。ねえ。どうも。起きて起きて。今日も海の幸を持ってきたよ。アイラ博物館へようこそ。お越しくださいました。私に何かご用でしょうか？寄贈します。ほう、そうですか。で、何を寄贈してくださるんですか？ワクワク。今日も結構あるね。チンアナゴにバイ貝。あ、バイ貝ってなんか中からめっちゃ、ヤドカリみたいな感じやね。あ、結構って言ってもあれか。かぶっとんか。じゃ、この3種類今日は。バイ貝、チンアナゴ、ワカメ。どうぞ。はい。では、ありがたく収めさせていただきます。あ、わざわざ取り出していただかなくて結構ですよ。
こちらで勝手に引き取りますので、他何かお手伝いできることはございますでしょうか。大丈夫です。そうですか。では自由にご見学ください。さあ、ってことで。それじゃあちょっと今手持ちの海の幸たちを売りに行きましょうかね。いいね、いいね。朝から爽やかやね。お、カジロー。いらっしゃいませ。ませ。たぬき商店、ようこそ。ようこそ。やっほー。あいなじゃねえか。こんなところで出くわすわな。ちょっと照れるぜ。キッ。なぜ照れるんだ。おしゃべりしよう。今も毎日並ぶ商品が変わると嫌でも見に来ないわけにはいかねえよな。まったく商売上手だぜ。キッ。どうやって取り寄せようやろうね。大変そう。アイナさん、いらっしゃいませ。ませ。今日はどうなさいましたか？買い取って。買い取りでございますね。本日は日曜のため、株の買い取りはお休みですので、ご了承くださいませ。では、何を売っていただけますか？ってことで、海ぶどう、イソギンチャク、チンアナゴ、ヒトデ、バイガイ、ミズクラゲ。こんなもんかな。あとは別に。うん、オッケー。これで。いろいろお持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では合計4600ベルドの買い取りでいかがでしょうか。ほら、海の幸良きやねん。ありがとうございました。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。ませ。クーラーやないん、これ。いいね、いいね、いいね。ちょっと待って。そちらの商品はエアコンでございます。こちらは現品限りですので、早い者勝ちですよ。ですよ。お値段は6万3000ベル。うん、まあ、現実もそんなもんかな。ちょっと待ってよ。ピンクとか可愛い。で、こっちも気になっとんよね。これは何？タペストリー。マクラメタペストリー。マクラメ？タペストリー？何マクラメって。何マクラメって。840ベル買います。ちょっとよくわからんけど、かわいいけん。んで、あと7万ぐらい下ろしてくればいいかな。さあ、それじゃあ。あれ、カジロウもう帰った。はい、エアコン買います。これ、右側の部屋でも行こうかな。一応、リビングはちょっとごちゃごちゃしとるけん、もう壁がね。あ、でもあれ、まあ、雰囲気も合わんか。うん、右側の部屋にしよう。一瞬ちょっとあの、リビングの中のさ、あの、テーブルとか置いとるところにしようかなと思ったけど、色味が若干合わないような気がする。お、ハンナちゃん。お邪魔します。立ったまま寝てる。大丈夫か。あ、服部屋に飾っとるやん。な、ふわー。ん？おっと、みっともない姿だったね。さっき起きたバカだっていうのに、ついに無駄にしちまったよ。だってね。立って寝るほどだったら普通にベッドで寝た方がいいよ。大丈夫か。言い忘れたことでもあんのかい？だってね。いや、特にはないんだけど。服ってのは持ち主の性格を表すね。あんたが今着てるそれって、ボーダーのマリンスーツだろ？動きやすい服を選ぶってことは、あんた普段からアクティブなんだな。うちもちょっと見習わなきゃね。だってね。まあ、これは性格というよりね、これを着なきゃ海に入れないので、ほら見て、飾ってくれとる。寝る前に脱いでここに、かけたってことやね。あの、両手で手振り寄るのめっちゃ可愛すぎん。やばいよね、超可愛いよね。そして、アイダホなんかみんな鍛えてるな、体。ようこそ、アイダホのトレーニングルームへ、の心。世間話でも。トレーニングルームってよりは子供部屋って感じやけど。なあなあ、ハッピーホームアカデミーに点数どうだった？だいぶ良かったよ。おいらは、まあ、今後の成長も期待ってとこかな。それにしても、あれっていつ部屋を見てんだろう、の心。よねえ、もう監視カメラが仕掛けられとるとしか思えんね。怖すぎ。え、それかそっと窓から覗きよるとか？怖ーい。怖すぎー。へへ、あまりジュルジュル見ないでくれよ。オイラの秘密はそんなところに隠れてないぞ、心。しかし、そっと開ける。お、入ってる中身。入ってないんかーい。入ってないんかーい。
バスケットゴール。どうしよっかな、誰か。アイダホの家の庭でも行っとくか。あれ、どこ行った、これか。いや、エアコンやった、これ。ツールカード。あれ、バスケットゴールは、あ、これか。よいしょ。よし。これで。まあ、もしもう一個手に入ったら、どこかしらね、またバスケットができるような場所を作ろうと思うけれど。若干奥でいいか。こんな感じで。いいね、いいね、なんか。住人の家の庭とかにああいうの置いていくのにいいね。マミーさん。思うんやけど、これ、びしょびしょな状態で入っていきよらんのかな、私。お、何か作っている。すみません。作業に夢中になってました。ラフン。いや、別にいいよ。何してるの？と思い立ったんで、マイクロライブラリーを作ってるんですよ。マイクロライブラリー？持っとった気がする。よね、やっぱり。知ってるような顔をされていますけど、作り方ご存知なんですか？ラフン。作ってはないんやけど。そうでしたか。さすがですね、アイラさん。実はマイクロライブラリーの作り方って、皆さん興味があると思うんですよね。そうだ、作り方のメモをアイラさんに差し上げます。作り方を知らない人に渡してください。結構レシピかぶることが増えてきたね。マイクロライバリーライブラリーの輪が広がると嬉しいです。多分頑張って作ってるな。あれかな、子供のものとかも手作りやったりするんかな、マミさんは。なんか自然派って感じがせん。なんとなく。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に最初はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てか思ったんやけど、家の周りめっちゃ花がいっぱい植えてあるんやけど、笹の葉どこに飾ろっか。花若干抜ける花若干抜けて犬小屋の横ぐらい。なんかちょっと季節感あるもの飾りたいよね。